ちゃん、綺麗ずら。二人ともキラキラしてて、雪の結晶みたいずら。当然、私と姉様は世界で一つだけの雪の結晶、セイントスノーだから。衣装すっごく似合ってるよ。着替えた姿を見て、いよいよライブ本番なんだなって実感が湧いてきたよ。チカちゃんってば、着替えを待ってる間もずっとそわそわしてて、自分たちのライブの時より緊張してるみたいだったんだよ。ずっと楽しみにしていたセイントスノーのライブだから仕方ないわよね。リアちゃん、とっても綺麗だよ。ステージに立ってるリアちゃんを見たら、ルビー感動して泣いちゃうかも。そんなところで泣いたら、肝心の私と姉様のパフォーマンスが見られなくなる。今日のライブも今までで一番最高のステージにしますから、皆さんしっかりついてきてくださいね。もちろんですわ。そのために宇宙らからやってきたのですから。そうだよ、セイントスノーの息ぴったりのパフォーマンス、この目にしっかり焼き付けるからね。クールでパワフルでエモーショナルなステージになること間違いなしよね。マリーも興奮してシャウトしちゃうかも。時の声が聞こえる。いざ打点の時ね。セーラ、リア、準備はできてる？ええ、朝から本番が楽しみで仕方がなかったのでバッチリですよね。リア、アクアのみんなに届ける最高のステージ、瞬きなんてしてる暇はないんだから。うん、この目と耳とそれから全身でセイントスノーのステージを目いっぱい感じるからね。マルも声の限り応援してるずら。セイラさん、リアちゃん、ファイトずら。ありがとうございます。それでは行ってまいりますね。次はステージの上でお会いしましょう。リアちゃん、セイラさん、お帰りなさい。ライブすっごく良かったよ。ルビー泣かないで最後まで応援してたよ。ステージの上のセイントスノー本当にかっこよかったよ。ダンスも歌も今までで一番最高だった。セイラさんとリアちゃん、あんなに生き生きして楽しそうで、見てるだけで興奮で体が震えちゃったずら。本当に言葉では表現しきれないくらい素晴らしいライブでしたわ。ハードな練習を乗り越えてきた成果ですわね。ありがとうございます。皆さんの声も笑顔もステージの上からたくさん感じられて、とても勇気づけられました。パフォーマンスしていて体がとても軽かった。今日のライブいつもよりずっと心強かった。曲が始まる前にみんなで声を合わせてセイントスノーって呼んだんだ。私たちの応援が少しでも届いてたなら嬉しいな。ステージと客席で少し離れてたけど、心はずっと一つだったずら。マル、興奮して涙が止まらなかったずら。ルビーが泣いていないと思ったら花丸が泣いてたの。そのくらい感動させられたってことならよかった。打点師ヨハネも興奮のあまり客席から打点したくなるほどだったわ。最高のパフォーマンスを見せてくれてありがとう。セイラ、リア、本当にたくさんの刺激をもらったよね。体が勝手に踊り出しちゃいそうなくらい楽しいライブだったよ。マリーも曲が終わるたびに Thank you ってシャウトしちゃった。気温はコールドなはずなのに体はベリーホットなの。どのメロディーもセイントスノーらしくて力強いのに繊細でとっても綺麗だったわ。函館のステージに立つセイントスノーはやっぱり特別なんだって感じたよ。地元の人たちにもとても愛されてるって感じられて嬉しかったな。もっともっとセイントスノーのステージが見ていたくて、みんなでずっとアンコールって叫んじゃった。アンコールで出てきてくれたのもとっても嬉しかったずら。鳴り止まない拍手を聞いてマル、また涙が出てきちゃったずら。確かにあの割れんばかりの拍手とセイントスノーを呼ぶ声は圧巻だった。ステージの奥にもずっと届いてた。
皆さんがリードしてくださったのがとてもよくわかりました。心からの応援、本当にありがとうございます。あ、チカさん、手が真っ赤ですよ。夢中になって拍手していたらちょっと赤くなっちゃった。あ、そうだ、沼津や内浦でイベントが開催されるときは絶対招待させてね。ええ、喜んでまいります。私たちもアクアを全力で応援させていただきます。